ソファミレド。オールドソファミレド。うん、右から。ちょうど。さっき音階弾いたのと同じだよね。ソファミレド。つけ。そうですね。で、これ今度ね、ファをこの4の指で弾いてるとちょっと足んなくなっちゃうので、できれば3で。広げられるから。ちょっとずらすといい。どこ他の意味でもいいんだけど、まあ3で弾いてみましょう。ですか？1個ずらして3から3ですね。君さん、この意味で3、中指でパーのあとここ1個、はい、3の指、はい、そうそう、3、ラファラファラファファソミファ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 ラファソミファ、そう、ソミ、これね、これ一つ飛びだ。ラファが一つ飛び、ソミも一つ飛び、わかる？一緒に弾くとこういう響きね。ファソミファ、これってちょっと変なんで、ラファソミファね、音の組み合わせ、なんか倒れたね。あ、大丈夫、それ弾いてみてくれる？ラファソミファって弾いてくれる？ファファファからいきましょうか。ソファミレド、はい、それぞれ左になっちゃうね。最初はこっち、こっち薬指、ソファミレドを弾くから4の指から弾きましょう。いいですか？右手頑張って、ここで、ここでこのオクターブで、はい、近い、ソファミレド、ソファミレド、ファ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 、ソミファ、そうだね。それちょっと指工夫しようか。はじめこれで弾いちゃってももしかしょうがないんだけど、ファ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 、じゃあ行こう、ラー飛ばさなきゃ、ファファソミファね、ファファソミファ、やってみよう、はい、頑張って、ファファソミソミファファ、そうですそうそうそう、はい、今度こっちにこっちの位置にしようかね。くるくる回っちゃうとあれだね。で、今のが A のパターンです。次が B のパターン、ファファレファファドファファレレレファソ、指どれでもいいです。ファファレからやってみて、ドレミファでこれここに弾いたりだね。はい、やってみましょう。ファファレから、はい、ファファレ頑張って、ファファレ、ファファレ、ファファド、ファファレ、レレレ、ミファソ、そう、ミファソって楽しいでしょ。ミファソ頑張って、はい、せーの、ミファソ、そう、惜しい、ファソ、ここは広げないね。そう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 、できてる。ファファレ一緒に行きましょう。はい。せー、いいですか？ファファレ。せーの。一緒にやるよ。はい。ファファレ。せー。ファファレ。ファファド。ファファレ。レレレ。ミファソ。そうです、そうです、そうです。よくないです。そうそう。で、あと同じでしょ？ファ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 。最後やりましょう。せーの、ファ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 。A パターン。A B A になってるからパターンがね。ファファファ。はい、せーの。ファファファソファミ。あ、ソファミレド、ファファファ。ソファ。ファファファがやる。せーの。ソファミレド。ファファファ。ファファファ。ラファ、ラファソミファ。そうですね。ね、そうですね。で、これは、ちょっと今わかりにくいんですけど、実は C のフラットも使う音階です。
ファから始まってるのでね、ドレミファソラシドっていうあの歌で歌いたいときにこうなっちゃうんですよ。おなっちゃうから、できるようになります。はい。じゃあこの音階で、ディズニーのこの、なんだっけ、ミッキーマウスマーチ、ミッキーマウスマーチ、これできるように片手まずできるようにしますね。で最初こうやって左手もできるように同じとこだけ最初押さえるから。ソファミレドどう押さえる？ね、ドレミでもいいですよ。パッ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 パソミファ同じ。パッパレレ、パッパドー、パッパレレレ、ミファソー、ね。右手はしっかりメロディー弾くけど、左手はもう一つの音ってぐらいです。ね、パッパパッパパッパパ、ソファミレドー、ドーです。ね、パッパパッパパパ、左手。で、これは吹いてもいいんだけど、まあ、ファ、ラファ、結構かわいいでしょ、きれいでしょ。これラ弾いちゃうと同じ音になっちゃうから、ラファー本当はソミソのところにドを弾いてます。ソミ最後は一緒、ファファー同じ音になる最後。そうするといいです。これね和音って言いますけど、こういう和音響きで終わります。いいですかね。はい、ソミソとファラの音と本当はまあちょっと違う、ファファレーというこういうふうに弾くことね、ファファドーとか言ってかっこいいけど、まあそれは置いといて、左手は1個の指、どの指でもいいです。右手はちょっと指考えながら弾いてみますね。それできるようになるよね。12月22日クリスマス交流会みんなでさ話してやる時にも弾けるようになるといいと思うよね。猫踏んじゃったもいいと思うけどね。猫とネズミだよこれで猫とネズミだね面白いね。ミッキーマウスはでもマイキーマウスってのもいるぐらいで、なんか違うよね。ちょっとマウス、ネズミって感じちょっとしない。ちょっとなんか。ね、マイキーマウス。知ってるかな？強いやつ。はい、お疲れ様でした。頑張りました。